3人、3人、私入れて3人会えるなんて思わなかった、すごい。日本のそう、今、アイモケーキ食べたりパイのミアラちょっとまったりして、この後ビバリーヒルズとかメルローズ、メルローズ、うん、行こっかという、うん、で、ランチはまあどっかで、うんうんうん、またあのアースカフェのサラダバー、サラダバーじゃないや、サラダセット、うん、美味しかったから超美味しかった。まあまたそれ食べてもいいかなみたいな話をして、今日はあいにくの曇り空。寒かった？うん、全然。でも26度ぐらいあるって書いてましたけど。今日のランチはメルローズアベニューのまたまたアースカフェに来ました。混んでるね。パサレナではアースサラダを頼んだけども、今回はシーザーサラダにしました。で、ラブさんはケールのサラダ、ずっとケール食べたいって言ってたもんね。ガリちゃんまだ来てない。あ、今ちょうど来たかも。パンとチキンですね。何これ？チキンの下の。みんなお買い物しました。かわいい。なにこれ、寝てんの？なにこの手、超かわいい。いつの間にか5時を過ぎてました。だいぶ買い物したね。買い物いっぱいしてるわけじゃないんだけども、高橋さんがいっぱいしてるだけで。そう、私はしたんだけど、いろんなお店にいっぱい入った。超可愛かった、ここの街。ぜひ一度行ってみてくだされ。こうやって座ったらだいぶ歩いたなっていうことが分かっています。ねー、でも楽しかった。ありがとう。いやいや、どういたしまして。で、今は、ビバリーヒルズにあって、ビバリーヒルズのロバートソンアベニューにいます。なんかここだけでも随分楽しめそうな街。そう、カフェとかもすごい可愛かった。でも今は全然違うカフェ。最後にみんなでお邪魔します。アリちゃん、これで最後です。この時間とかに